会社に戻るべきか辞めるべきか。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日はアムステルダムからお届けしています。質問いただきました。 TK さん37歳、男性、うつ病で休職中なのですが、職場で嫌な思いをしてうつ病を発症しました。復職して今の職場に戻るのがいいですか、このまま辞めた方がいいのか悩んでいます、アドバイスお願いしますということですね。おそらくほとんどの休職している方が抱えている問題と言っても過言ではないんじゃないかなと思いますね。鬱になったりする人っていうのは職場の問題なんだけど、その 90% が人間関係というふうに言われます。なのでうつ病発症して元の職場の同じ部署に戻った場合は、同じようにストレスがかかるわけですから、せっかくうつが治ってもまた再発する可能性っていうのが非常に高いですよね。じゃあどうすればいいのかって言った時に、会社といってもですね、やっぱり理解のある会社と理解のない会社っていうのが2つに分かれます。メンタル疾患についての理解があるか理解がないかっていう意味ですけども、多くの会社はですね、休職した場合復職するときに同じ部署に戻らなきゃいけないっていう規則みたいのがある会社が多いんですね。だから別な部署に移してもらえたりするといいんですけど、一旦前と同じ部署に入ってそれからまた移動したりみたいなことがあって、メンタル疾患を患ったのだからということで配慮してですね、別な部署に移動するような、そういったことを積極的にあるいは前向きにやってくれる会社っていうのがあります。その場合ですと非常にうまくいきやすい。あるいは例えば復職した後にですね、通院するのに会社を午前中休まなきゃいけないみたいななった時に、じゃあ行ってこいよって言って喜んで行かせてくれる会社と、そういう有給を取得するにしてもですね、なんか嫌な顔される会社っていうのが分かれてくると思うんですけども、メンタル疾患に対しての対応っていうのは良いか悪いかに完全に2つに分かれるというのが患者さんを通して聞いている一つの実感でありますけども、メンタル疾患に対して理解がない会社っていうのは、だからこそメンタル疾患を生み出しているという部分があって、そういう会社に戻るということは、せっかくうつ病を治したものを再発させる危険性っていうのが非常に高いわけだから、2度3度再発しますとうつ病ってだんだんと治りづらくなっていくということがありますので、基本的に一度治したら再発させないように頑張るというか全力を尽くすというのが重要でありますということで、理解のある会社の場合は元の会社に戻るというのもありですけど、理解のない会社の場合はですね、元に戻るとまた再発してしまう可能性があるのでやめた方がいいというふうになります。ざっくりというとそういうね、2通りの対応っていうのが考えられますので、その辺を踏まえた上で今後どうするのか、戻るのか、やめるのかということを考えていただけたらいいかなと思います。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。